ごゆるりと。最初にね、冒頭にお絵描きを、ね、そう珍しくして鑑定してもらおうと思って。私も何描きましょう。何描こう。何だと分かりやすいの。マメさんの心が読めるの。人物？自分のなんか楽しい思い出とかを描いてくださいみたいな。なんか私も心理学を勉強してて、うん、プレイ療法って言って子供とかが絵描いてるのを見て、うん、なんかその子の心理を学ぶみたいなのやってるので、うん、じゃあ何だろう。何だろう、マメさん。楽しかった、じゃあ子供の頃の楽しかった思い出。そうですね。を描けばいい？はい。あ、わかった。じゃあちょっとささっとね。ね、ささっと。ささっと。いや、私もでも全然そんなにまだ勉強中の身だから。いや、でもなんか豆さんのさっきね、冒険王さんにね、なんか豆さん病んでる疑惑を出されたからね、これを払拭するべくね。ね、じゃあ今からその豆さんのカウンセリングをしようとしている辻村恵美と申します。私ただいま心理学の勉強をしておりましてですね、うん、そうですね、主に専攻は犯罪心理学などをやっております。わ、やばい、やばい、私だから犯罪者の心理とかすごい学んでるので、うん、豆さんにそういう兆しが見えたらわかると思います。あとは、うん、なんだろう、心の病とかも最近勉強し始めてまさに臨床心理みたいなカウンセリングみたいな。で、その今その絵描いてわかるとかそういうのは今期になってこの4月から勉強し始めてるので、うん、まだまだね、活かせてるか。豆さんの犯罪者予備軍疑惑、やばい犯罪者予備軍疑惑でもありますよね。やっぱ犯罪者、サイコパスとかわかりますか？あ、わかります。犯罪する人 ね、そうそうそう、ちょっと健常者とはちょっと考えるのが違う人、異常、ちょっとした異常者みたいなのの疑惑があったら怖いですね。何するかわからない。かけそうですか？ちょっと頑張るね。頑張って、またガチで書くね。ガチで書いてこのレベルかもしれないけど、楽しみ、マメさんの、うん、描けました。ちょっと今回頑張った。今回見れる絵になったよ。ちょっとあの犯罪者予備軍を払拭すべく今回頑張った。私の楽しかったね、豆家の思い出、じゃじゃん。今回ちょっと上手くない？今回上手くない？今回上手くない？ちょっとどう？これはちょっと何か見えちゃいけないものが見えちゃったみたいな。ご飯を食べようとしたらなんか見えちゃいけないものが見えちゃった思い出ですかね。違う、あの妹と弟と私です。あー、そうだったんだ。妹と、あ、なんかね、どっちがどっちかちょっと分かんなくなっちゃったけど、多分こっちが私かな。目と見れてるし。あの、私、はい、前もこの番組でも言ったかもしれないんですけど、私、毎週火曜日の夕飯は、あの、木下家では、まあ、木下さんなんですけど、本名。そう、あの、うちでは、ステーキが出てくるんですよ。あの、テーブルマナーを勉強しようってことで、で毎週火曜日の夜に兄弟3人でね、テーブルセットをしてワインの代わりにブドウジュースを飲むっていうね、でナイフフォークでご飯を食べるっていうね、その思い出の絵です。ほう、いろいろツッコミどころがありそうですよ。皆さんも まずちょっと弟の分のご飯がないって弟の分のスペースなんか、そもそも弟の分の付けの陣地がないですよね。そしてなんかこう私がなんか食べたくなさそうにこう見えるってどうどう、犯罪心理学的にちょっと怪しい。大丈夫かな。何が怪しいの？何が怪しいの？人の目が怖いですよね。人の目が怖い。私わかんない、うん、ちょっと放置でこれは。あ、じゃあもうタマンが突っ込めないようなちょっと闇具合ってことかな。病んでそうな。あの、待って突っ込まれた。ステーキがありません。ステーキがありません。これやばいですね。うん、じゃあ、まあ、やばいってことで次のコーナー行きましょうか。これちょっとあんまもう触れないでおこう。私、そう、マミさんね、感情がなさそうっても言われてる。あ、そうかもね。なんか楽しくなさそうだよね。楽しかった思い出を書けて闇が深いって言われた。しかも3つも書かれた。闇が深い。